明日南海トラフ巨大地震が起きたらどうなるの？まず南海トラフとは四国の南にある海底4000メートルの溝でして、恐ろしいことに内閣府によると 70% の確率で20年以内に南海トラフ巨大地震が起きると予測されてるんです。じゃあなぜ南海トラフ巨大地震が恐ろしいかっていうと、3つの観点で日本が壊滅する要素を持ち合わせてるからでした。まず1つ目の壊滅理由が震度7の範囲。まず南海トラフ地震ってフィリピン海プレートとユーラシアプレートが四国沖でぶつかることで年々数センチずつずれ込んでいっており、ある地点でこの沈み込みに耐えられなくなった結果、プレートが一気に跳ね上がる。この時に巨大地震が起きると言われてるんですけど、非常に震源が日本本土に近いため、震度7が神奈川県から宮崎県にかけて超広範囲で観測されると言われております。さらに恐ろしいポイントが2つ目の壊滅理由、津波の到達速度。マジでやばくて、まず2011年の東日本大震災での津波到達速度は約15分と言われておりますが、南海トラフでは恐ろしいことに最速2分で、そして10メートル以上の津波の範囲は静岡県から鹿児島県までと予測され、逃げる時間なんてありません。だから津波での死者数は約22人と予測されており、これは東日本大震災の15倍です。そして恐ろしい壊滅理由の3つ目が富士山連動で、これはねすでに江戸時代で起こっており、南海トラフを震源とした宝永地震の49日後、富士山は大爆発し、今でもくっきりとその噴火の跡が残っております。そして富士山の火山灰が東京でさえも約10センチ積もり、5000万人以上の水道電気が使えなくなると予測されております。そして日本の国の予算の2年分の被害額を出し、マジで終わります。さあ恐ろしいことに南海トラフでは100年から150年に1回大地震を起こしており、なんと1946年の昭和南海地震からなんと70年間大地震が来ておりません。2023年元日には能登地震もありましたが、地震は予測困難なので、この動画の情報だけでも覚えて意識してみてください。今後とも地理や旅行の話をどんどんしていくので、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。現在会員数1万人以上いるめちゃ得は、飛行機がどこでも15,000円、そして新幹線が1万円引きというなんかめちゃめちゃ安いんですけど、からくりとしては従業員がおらず仕入れた原価で提供できてるので、こんだけ安くできてるわけですよ。なので年に1回以上旅行やビジネスで新幹線や飛行機を使われる方は絶対使った方がいい。詳しくは概要欄かホーム画面の URL から動画お申し込みしてみてくださいませ。お待ちしております。